ヒュンダイポニーは大韓民国の自動車企業である現代自動車が1975年から1985年まで生産した乗用車。国産化率90%で韓国発の固有モデルである。フォードモーターと提携してコルティナをノックダウン生産していた現代自動車が独自の国産車として生産した車種である。現代財閥の信用力をもとに莫大な資本を 投下し、国外企業からの技術移転、技術者の招聘により、ほぼ完全な国産化設備、製造技術、技術人材を手に入れた。イタリア人デザイナーのジュージアーロがデザインを担当。メカニズムは、日本の三菱自動車のものをベースとしており、エンジンは、三菱のサターンエンジン、プラットフォームも、同じく三菱のランサーを元にしている。周辺部品は、 三菱のランサーを解体、模倣設計している。1978年には三菱重工業と技術導入契約の下、自動車専用工作機械の製造を開始し競争力を高めた。後発で1970年頃に倒産危機にあった同社を一躍、国内トップ自動車メーカーまで押し上げた。1970年代の韓国自動車業界の国産化率は 輸入部品の組み立てにとどまり、30%台にとどまっていたが、90%まで引き上げた。1974年10月、鳥のモーターショーにてセダンとクーペを発表。1975年12月から、ウルサン工場にて生産を開始し、1976年2月に最初の出荷がされた。当初は 1.2L エンジンの4度はセダン一種でスタートした。 ファストバックスタイルだが、トランクルームが独立したセダンである。鳥のショーで展示されたクーペは、市販されなかった。その後、1.4L エンジンを加えたほか、ボディスタイルでは、ピックアップトラック、5ドアステーションワゴン、3ドアハッチバッククーペが追加されている。発売された最初の1年間に1726台を売って、国内乗用車市場の43.5%を占め、 一番人気の車となり、後継のポニーニが販売される1981年まで40%以上を占めた。1976年7月には、韓国国産乗用車として、初めてエクアドルに合台が輸出されている。1982年、フェイスギフト版のポニーニが登場したが、既存のポニーも並行して、継続生産された。1985年12月、 生産終了。293,936台が生産された。ポニー2982年、フェースリフト版のポニー2が登場した。ボディア5ドアハッチバックとピックアップトラックの2種であった。4ドアセダンから5ドアハッチバックに改められるなど、内外装に比較的大掛かりに手が入れられた。一方、ワゴンと3ドアクーペは設定されなかった。 1983年からカナダへの輸出が始まり、1984年には25,123台を販売している。現代自動車発の北米進出であったが、アメリカ合衆国では排出ガス規制をクリアできず、販売されなかった。1985年、後継となるエクセルが登場したが、ポニーには1990年まで生産が続けられた。 1982年1月から1990年1月までに35万9007台が生産された。一部の輸出市場では、後継のエクセル及びアクセントが、ポニーの名称で販売された。ありがとうございます。